いかないのよ。この国には恩があるんだね。よろしくないぞ。どう思っていこうかしら。活躍を見せるとは随分な策士ですね。お仕置きを。私を封鎖したかったのでしょう。私は選ばれたものだ。この私に率いられることを光栄に思え。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。来てくださると信じておりました。ご助力感謝します。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。雑魚が生き残るにはそれしかない。師匠殿の怠け癖が治ったのかしらね。一過性のものでも喜ばしいこと。危ないところでした。援軍感謝いたします。
私の知略に勝てると思いか。受けて。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。当該殿が到着した。無事に山を越えられたみたいね。芝生殿、お待たせしました。当司祭任務を遂行する。ご到着のようです。さて、ネクラどもを片付けてしまいましょう。受け取ってくれよな。とうとうここまで。探索、門を頼む。私は龍天様を守る。受け取ってくれよな。死守します。命をかけて。一段と添えておいでですな。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。おお、真の三国無双とは。お見事。受け取ってくれよな。悔しいな。ここは引かれた。敵将討ち取ったぜ。悔しいな。ここは引かれた。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私の知略に勝てると思いか。受け取ってくれよな。引くことが、そのまま負けではない。敵将撃ち取ったぜ。めんどくせえけど本気だぜ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。彼らはここに降伏する。
竜禅がアング？とんでもない。まだ職には余力があります。それにしてはあまりに早い降伏かと。だから優れてる。わずかに軍を交えただけで俺たちに勝てないことを見抜いた。己の器を知り降伏を決断した。つまり目的を見失っていない。俺たちが戦ったのは劉玄徳でもなく諸葛亮でもない。紛れもなく生きている劉公子だったよ。